しもし、小杖？うん、どうしたの？休みの日にごめんね、急に。うん、大丈夫。ちょっと待ってね。はい。なんかね、おじいちゃん元気ないみたいなの。おばばのことで？うん、そうみたい。最近ぼーっとした感じで髪すきもしなくなってるって高橋さんが心配して連絡くれたのよ。あらら。で、小杖、悪いんだけど時間作って会いに行ってあげてくれない？え、もうすぐ行くじゃない。またそれにお母さんの方が近いし。ダメよ、私が行っても大丈夫としか言わないし、小杖が来てくれたら喜ぶと思うんだ。あの人、あなたのこと娘の私よりも娘だと思ってるところあるし。そうだね、わかった。ただいまって感じだ。これいいかな？うん。私似合う。うん、ばあちゃんも喜んでると思うよ。おじじ、おばはただいま。おじじ、ただいま。あ、今日はどうしたんだ？
来週だぞ、法要。おじいじ元気にしてるかなって。何も変わらないよ。嘘。ちゃんとご飯食べてないんじゃないの？食べてるよ。ちゃんとしたもの食べてないでしょ。食べてるよ。はい、糖分カタ。どれどれ？はいはい、これは脂肪肩に塩分肩、悪い油を使って、さらには添加物添加物添加物。うん、おじじ死ぬよ。小杉、お前ばあちゃんみたいだな。小杉の体を借りて降りてきました。ああ、もうじゃあなんかご飯作るね。おじいちゃんは片付けとお風呂沸かして。はい。高橋さん、大根もらうよ。めっちゃいい大根。食べよう。いただきます。いただきます。どう？うまい。よかった。本当に美味しいよ。さすが料理人。まだただの栄養士。すぐになれるさ。まだまだ勉強することもやることもたくさん。そうか、でも盛り付けは綺麗だし、仕事は細かい。職人に褒められた。なんなら噛みすぎ継ぐか、向いてると思うぞ。継がない。でも仕事は見せてもらおうかな。うん、おばばの部屋の障子直そうよ。うん、ばばきっと喜ぶよ。そうだな。おはよう。
ダメだな。そう。まあぼちぼちだな。久しぶりだから大丈夫そう？大丈夫。まだいい、そうだね。ママの好きな柄だね。